ガトゥン湖はパナマにある人造湖。パナマ運河の水力構を構成している。船で横断する際の距離は4 3 5トル。ガトゥン湖は1907年から1913年にかけてパナマ運河に隣接するようにして流れるチャグレス川にガトゥンダムを造成したことにより形成された。その当時では人工湖として世界最大であり、ダムもまた世界最大であった。 湖水面の海抜は26メートルである。12月下旬から4月上旬の寒気には、肛門に湖水が供給され、水調整に使われる。湖が作られるのに伴って、元の丘陵の頂上部分は島になった。その中で最も大きい島は、バロコロラド島と呼ばれ、国の自然保護区域になっている。チャグレス川の上流側には、アラフエラ湖がある。非常に、 短期間のうちに膨大な量の雨が降るこの地域にあって湖の周囲にある森林が雨水を適切に保持する機能を果たしてきた。1980年代後半から森林伐採によって植生が減少したために森林地帯が保持できる水の許容量は減衰するようになった。結果として湖には大量の水が短期間に流れ込むことになった。このことは 運河の運営に支障をきたすので、対策として大量な降雨の合間には水位を下げるようにしている。ありがとうございます。